アレクサンドル・フランソワ・デポルトは、フランスの画家である、動物画や生物画を描いた、アルデンロ県のシャンピニュの豊かな農家に生まれた。1763年に、パリに出て、有名な、フランドルの動物画家、フランス・スナイデルスの弟子のニカシュース・ベルナエルツに学んだ。1692年に、パリで結婚した。1692年から1693年の、 間にしばらくゴブラン折りの王立工場で働いた。あと、1695年にポーランドを訪れ、ポーランド王やん三世の肖像画を描いた。1896年にパリに戻ると装飾画家として働いた。1699年に王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1700年から亡くなるまで王室の宮殿の装飾画を描き、 国王のルイ14世やルイ15世は、デポルトに愛犬の絵を描くことを依頼した。王の狩猟の旅に同行し、狩りの現場でスケッチするノートを持ち歩いた。デポルトが亡くなった後、スタジオに残された作品のいくつかは、セーブル焼きの図柄に採用された。ありがとうございます。